カルツォネカルツォネはイタリアのターンオーバーである。ピザと同様の材料で作られ、三日月型に折りたたんで調理する。カルツォネのフィリングはトマトとモッツァレラが定番であり、他に一般的なピザのトッピングの材料も使われる。イタリア語のカルズンはイタリア語発音、カルツォネのように3つの音節がある。英語の発音は大きく変化し、イギリスでは英語発音、K。 リットルゾーニー、または、K リットルゾーニー。アメリカでは、英語発音、K リットルゾーニー、K リットルゾー内、または、K リットルゾーン、である。イタリアの昼食カウンター、または、街頭では、立ってまたは歩きながら食べやすいようにサンドイッチ台の、カルツオーネが販売される。マルケ州では、小さなクッキーほどの大きさの甘いカルツオーネが、名物である。 プッテアシューの揚げたカルツォーネは、フィリングがトマトとモッツァレッダチーズであり、パンツェロッティと呼ばれる。シチリアのピザ、カディルーニー、または、カドゥールーニーと多少関連している。フィリングは玉ねぎ、アンチョビ、オリーブ、チーズ、モルタデッラであり、伸ばしたピザ生地でフィリングを折り包んで円を編み込んだ後に揚げる。アメリカ合衆国では、カルツォネはピザ生地で作り、チーズ、ハム、 さらに、野菜等様々なフィリングを詰める。チーズは通常モッツァレラチーズ、リコッタであるがパルメザン、プロボロネも使われる。通常はディップにマリナーラソースを添えて、またはニンニクとパセリ入りのオリーブオイルをかけて強される。生地を折りたたみ塩を閉じ、塩味をつけてオーブンで焼く。カルツオーネはストロンボリと類似しているが別の伝統を持つ料理である。 これら主要な相違は材料であると一般に誤解されている。実際は材料はシェフの裁量である。ストロンボリのほとんどはロール状に巻かれるがカルツオネのように調理されるストロンボリもある。唯一の相違はカルツオネがソースを別に添えて供されるが、ストロンボリは折りたたんだ生地の中にソース入りで供されることである。コネチカット州ミドルタウンではスカッチャータが レストランのメニューにある。カルツオーネーと似ているが、フィリングは、ブロッコリー、ほうれん草、じゃがいも、玉ねぎで、ソーセージ入りの場合もある。スカッチャータは、ミドルタウン北部のシチリア移民の家庭で、かつては、定番として調理されていた。スコットランドのケバブ店で人気の料理となったカルツオーネ、の具は、ドネルケバブ、チキンティッカ、串焼きケバブ、または全部であり、 香辛料の効いた玉ねぎを添えて供される。客の目の前で少量のウイスキーをフランベして供することで知られている。ありがとうございます。